皆さんこんにちは、俳優中ウーバー配達員の大川圭吾です。今回はこれを見たら丸わかり、お寿司のデリバリーのアルバイトを7年やっていて、ウーバーイーツの配達員を4年やっている、平均時給2000円超えのベテラン配達員から見るウーバーイーツのメリットとデメリットをお伝えします。まずはじめに、お寿司のデリバリーのアルバイトを7年やっていて、時給1400円だったんですけれども、今は Uber Eats の配達員1本です。それはなぜかというと、そうです。一般的に高時給バイトと言われるものよりも Uber Eats の方がいいです。そして、出前館、メニュー、ウォルトなどの他のデリバリーアプリと比べてどうなのかというと、報酬、システム、サポート、全部含めて、Uber Eats しか勝たん。もちろん他のデリバリーアプリにもメリットはありますが、 Uber Eats が一番操作しやすく簡単なので、まずは Uber Eats から始めることをお勧めします。それでは、圧倒的にメリットの方が多いですが、まずは Uber Eats 配達員のメリット10個をお伝えします。1つ目は、誰でも簡単に登録できる。アルバイトみたいに履歴書を書いて面接をして合否を待つのではなく、自転車、バイク、またはレンタル自転車さえ持っていれば、簡単な登録と配達員専用のアプリをダウンロードするだけで稼働できます。2つ目は、繁忙期到来。コロナ禍によって外出自粛、テレワークが増え、中食の需要が高まっているため、ぶっちゃけ今かなり調子いいです。3つ目は、時給2000円が目指せる。さすがに初っ端からは難しいですが、慣れてきて効率よく働けるようになると、時給2000円を超えるので、普通にバイトするよりも全然稼げます。4つ目は、チップ制度がある。チップ文化の外国籍の方への配達も多いので、意外に結構もらえます。アドバイスとしては、置き配の時に商品の下に敷く敷紙を用意するという工夫一つだけでも大きく報酬に違いが生まれます。詳しくはこちらの動画をご覧ください。5つ目は、通勤時間0分。自宅からアプリを起動してオンラインにするだけで注文を受け付けることができるので、通勤時間がありません。ただ都心の方が注文を受けやすいです。6個目は、シフトがない。好きな時間に始められて好きな時間に終われます。僕的には正直これが一番大きなメリットです。僕は普段俳優の活動をしていて、急遽明日オーディションが入ったり、急遽舞台の稽古が休みになったりするため、空いた時間でサクッと働けるのはかなりありがたいです。あと、お寿司のデリバリーのアルバイトをしてた時は、真夏日でも真冬日でも台風でも雪でもシフトを入れてしまっていたら、必ず出勤をして、その度に辛い思いをしてきたのですが、 Uber Eats の配達員は帰りたくなったらすぐに帰られるので、そのような思いをしなくて済むようになりました。もちろん好きな時間にインスタグラムの投稿もできます。7つ目は、給料が週払い。毎週末締めで翌週月曜日に振り込まれるので、すぐに現金を手にすることができます。これ結構モチベーション上がります。8個目は、髪型や服装が自由。寿司のアルバイトの時は金髪にしたりひげを生やしたりしちゃダメで、制服もめちゃくちゃダサいのを着なきゃいけなかったんですけれども、今は私服でひげも自由に生やせますが、毎日ひげ剃りしてます。9個目は、いろいろ知れる。配達のお仕事なので、働きながらいろんな街を知れて、美味しそうなご飯屋さんも見つけられるし、部屋の中には入れませんが、マンションの内見もたくさんできます。そしてその気になれば、全国各地で稼働することもできます。目指せ Uber Eats で日本一周。10個目は、運動不足解消。自転車の方は働きながら運動をすることができます。でも僕みたいにバイクの人はあんまり関係ありません。続きまして、デメリット、こちらは7個お伝えさせていただきます。1つ目は、ちょいちょい英語。僕が始めた4年前に比べたらだいぶ改善されてはいますが、 Uber Eats はアメリカの企業なので、ちょいちょい英語表記なのが厄介です。2つ目は、自分に甘えちゃうところ。シフトがない分、働くかどうかは自分次第なので、ある程度自分に厳しくしないと稼働時間が短くなってしまい、なんだ全然アルバイトの方が稼げるじゃんってなってしまいます。3つ目は、完全歩合制。これは僕的には完全にメリットなんですけれども、アルバイトみたいに時給が存在しないので、やり方が下手くそだと全然稼げません。でも大丈夫です。全然稼げなかった時はこちらの動画をご覧ください。4つ目は、事故を起こす可能性があること。僕の中ではこれが一番のデメリットです。いくら稼げても死んだら意味ないですからね。ましてや人の命を奪ってしまう可能性もあるので、僕もそうですが、必ず安全第一で配達しましょう。5つ目は、季節や天候に左右されるところ。僕は年中稼働しますが、
雨の日は稼げるけど危険ですし濡れたくないので絶対に稼働しません。でも雨じゃなくても全然稼げるので大丈夫です。6個目は基本的に一人なので孤独。逆を言ったら人間関係で悩むこともないのですが、お店で商品をピックアップするときに言う配達番号と、配達中に口ずさむ鼻歌と、お届け先に到着した際のお待たせしましたウーバーイーツですくらいしか言葉を発しません。なのでみんなでワイワイ働きたい方にはおすすめできません。まあサクッと稼いで友達と遊びに行きましょう。7個目は初期費用がかかる。レンタルの方も多いですが自転車またはバイクが必要です。他にも配達用のカバン、これは保温機能がついていたら何でもいいんですけれども機能性が抜群なので公式のウバッグをおすすめいたします。そしてモバイルバッテリー、スマホスタンドなどと初期費用がかかってしまうのは事実です。ただすぐに元取れます。でもどうしても初期費用を抑えたいそんなあなたに、今なら概要欄に貼ってある招待コードを入力の上30日以内に1回以上の配達を達成した方には僕に最大2万円の招待金が振り込まれるのでその半額をキャッシュバックさせていただきます。もちろん振り込み手数料も僕が負担します。いやいや全額くれよって気持ちはわかりますが、この動画を撮って編集するのにかなりの時間を要しているので山分けで勘弁してください。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてこの招待金のキャンペーンはつい先日まで最大5000円だったので今がチャンスです。急に終了する可能性もあるので Uber Eats の配達員をやろうか悩んでいる方はお急ぎください。これ本当です。ということでまとめると、自由に生きたい方、時間を有効活用したい方、運転が好きな方、稼ぎながら運動をしたい方、一人が好きな方、時給2000円以上を目指したい方には心からおすすめいたします。またこの他にも Uber Eats に関する動画を出しているのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。このような時代ですが皆様の収入が少しでもアップすることを心から祈っております。本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。それではバイバーイ。